皆さん、鉄分補給してますか？今日は私、八千代カルサ先生が皆さんの知らない鉄道の魅力を授業するよ。早速ですが皆さん、スカートはお好きですか？鉄道の、鉄道用具のスカートに決まってるじゃないですか。もし線路上に障害物が転がっていたとき、その障害物が列車に巻き込まれないようにスカートで障害物を跳ね飛ばして台車や車輪を守る役割を果たします。本来のスカートは障害物を跳ね飛ばすことだけが目的ですが、最近の車両はデザインの凝ったスカートをつけていて、まるで列車の口の部分のように笑っていたり強そうだったり、列車に表情を与える役割もあります。というわけで今回はおしゃれなスカート関東私鉄編と題して、関東地方の私鉄の中から八千代カルサ的におすすめのスカートを紹介します。このチャンネルでは主に私八千代カルサが気になっている鉄道ニュースをお届けしています。このように鉄道の知識を解説する動画もアップしていますので、鉄道が大好きな皆さんはぜひともチャンネル登録してくださいね。まずは東京と茨城を結ぶこの路線、つくばエクスプレスの TX1000 系と TX2000 系です。つくばエクスプレスは東京の秋葉原から茨城県のつくばまでを結ぶ私鉄、最高時速130キロで走るため全面展望におすすめの路線です。スカートはこの通り、まるでテトリスのようなデコボコのデザインで、かといって子供っぽい印象ではなく、疾走感のあるデザインです。これと似た形のスカートに埼玉新都市交通の2020系もあります。ニューシャトルは大宮から東北上越新幹線の真横を走る路線です。スカートはこの通り、基本的に斜めのデザインはつくばエクスプレスと似ていますが、顔も斜めのデザインなので統一性がありますね。続いては東武鉄道の新型車両、7万系です。東京メトロ日比谷線に直通する車両で、 TH ライナー用の7万90型には日中でも会えます。スカートのどこがおしゃれかというと、下の部分が丸いということです。丸みのあるデザインはよくありますが、丸いのはなかなか珍しいです。似たスカートに西武鉄道の3万系があります。3万系は西武新宿線や池袋線などで使われており、通称スマイルトレインと呼び、お目目も可愛いまん丸です。テールランプの眉毛もいいですよね。顔とセットのスカートでは関東私鉄ナンバーワンだと思っています。他にも東急田園都市線の2020系、東急目黒線の3020系、東急大井町線の6020系があります。2020系は緑色の路線から、3020系は青い路線から、そして6020系はオレンジ色の路線からです。これらの車両も東急電鉄のスマイルトレインという感じがします。それとスカートに路線カラーを施しているのはほとんど見かけないレアな存在だと思っています。そうそう、東急といえば結構いかついスカートの車両もありますよね。そう、東急大井町線の6000系です。東急大井町線の急行列車で使用され、東急田園都市線の長津田まで直通する運用もあります。スカートは鬼の牙のように強そうで、今までの東急の車両と一線を画すデザインです。そんな6000系に似た形のスカートがあるんです。日暮里舎人ライナーの320型があります。11月上旬から運用に入っておらず、写真を用意できませんでした。全般検査か何かでしょうか。たった1編成しかないレアな車両なので、一目でも生で見てみたいです。続いては東京メトロ1万6000系です。東京メトロ千代田線の主力車両で、
つい最近駅がリニューアルされた北綾瀬駅でも会えます。スカートはこちら、近くで見れば1枚ですが、真ん中が黒く塗られているので2枚に分かれているように見えるデザインです。都営浅草線の5050型も真ん中が黒く塗られていて、まるで2枚に分かれているようなデザインです。 JR の E233 系も真ん中を黒く塗りつぶしているので似たようなデザインです。 JR 東日本は E233 系からスカートのデザインに凝り始め、成田エクスプレスの E259 系はスカートの側面がギザギザしています。ですがこの動画は関東私鉄のスカートなので、 JR のお話はこの辺で、続いては京成電鉄の3100型です。都心から成田空港までを結ぶ成田スカイアクセス線に使用され、都営浅草線や京浜急行にも乗り入れています。スカートは3枚に分かれているような、いや本当に3枚に分かれていて、テールライトと同様に角張ったデザインです。新京成電鉄の8万型も外側のデザインは京成3100型とほとんど同じ車両で、やっぱりスカートも3枚に分かれています。新京成の8万型は1編成しかないので、会えたら超ラッキーな車両です。熱く熱く語っていますが、残すところあと2形式です。続いては小田急ロマンスカー6万系 MSE です。東京メトロ千代田線に直通していて、都心から箱根や江ノ島、さらに JR 東海御殿場線にも直通していて、新宿から御殿場までを結びます。で、何がすごいかって、スカートの中にヘッドライトが埋め込まれているんです。いやー、もう初めて見た時本当に興奮しました。この発想はなかった。 JR の E217 系はテールライトだけスカートの低さについています。ヘッドライトがスカートに入っているのは結構珍しいことだと思います。いよいよラストです。鳥を飾るのは京王電鉄5000系です。京王ライナーで主に使われている車両で、日中は都営新宿線にも入ってきます。そんな5000系スカートをご覧ください。まるでスポーツカーのようなデザインです。スカートを全部京王カラーのピンクにしていて大胆。しかもしかもくぼんでいる部分をよーく見てください。あたかも穴が開いているように見えますが、実はただ黒く塗っているだけで穴は開いていないんです。空気抵抗に影響しそうな構造ですが、それもまたいい特徴点です。ここまでデザインに力を入れた車両はないでしょうというところで、京王5000系を鳥に選んでみました。以上、いかがでしたか。どの鉄道会社もデザイン残ったスカートを新型車両に履かせています。見たことのある車両はどれでしたか。そして皆さんのお気に入りの車両は何ですか。関東私鉄でなくてもいいので、皆さんの推しの車両をコメントしてください。今後は JR や他のエリアの私鉄でもやってみようかなと考えているので、皆さんのご意見を参考にするかもしれません。本日の授業はここまで。次回の授業までにしっかり復習しておくように。不定期ではありますが、このように鉄道の知識を喋りながらお伝えしますので、鉄道が大好きな皆さん、鉄道のニュースや鉄道の知識を聞いてみたいという皆さんは、ぜひとも Twitter フォローとチャンネル登録よろしくお願いいたします。おかげさまでチャンネル登録者数も100人突破、ありがとうございます。2021年もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんまたね、バイバーイ。結構いかつい車両のスカートもあります。あれ逆だ。つい最近駅がリニューアルされた秋田